食べ合わせのポイントを踏まえた上で、忙しい朝でもしっかりダイエットしたい人のために3分で作れるダイエット朝食メニューをご紹介していきます。食事からビューティーベルアスダイエット松田理恵です。皆さんこんにちは。今回の動画では3分で作れる激痩せ朝食メニュー、忙しい朝でもしっかりダイエットしたい人のために最強朝食を教えますというテーマでお届けします。皆さんは朝は忙しいから食事を抜いてしまうことが多い。さっさと食べられるパンやグラノーラばかり、簡単に作れてダイエットに効果的な朝食ってないの？なんて思ったことはありませんか？このように朝はバタバタしていてついつい欠食してしまったり、簡単に食べられる糖質に偏ったメニューになりやすいですよね。過去の私も朝はもうギリギリまで寝ていたいからというね理由や、カロリーカットするためにという理由で朝食抜いてしまうこと多かったんですね。また朝食を食べたとしても甘いパンとカフェオレ、甘いシリアルなど朝から甘いもののオンパレードでした。しかしこういった朝食では太りやすいどころか1日通して心身に悪影響出ちゃうリスクもねあるんです。では忙しい朝でも簡単にヘルシーにでもしっかりと食べられる朝食ってあるのでしょうか？ということでこの動画を見ることで最強ダイエット朝食の4つのポイント、3分で作れるダイエット朝食がわかりますよ。それでは今日のテーマいきましょう。最強ダイエット朝食の4つのポイント、まず1つ目ですね、タンパク質を摂ることですね。はい、もうおなじみなんですけれども、朝食のタンパク質の摂取もう本当に重要なので、まずねここ押さえておきましょう。タンパク質はね筋肉の材料になるので、筋肉代謝の維持のためにはタンパク質を3食それぞれで摂ることが大事というのはね、もうこれまでも何度も何度もお伝えをしてきました。加えて特に朝食でタンパク質を摂ることが重要な理由がね3つございまして、1つ目は夜寝ている間にタンパク質っていうのは消費されるんですね。で朝は特にタンパク質不足になっている可能性が高い。なので朝はしっかりタンパク質を補充してあげることが大切。2つ目の理由はタンパク質は食欲やメンタルを整えるセロトニンというホルモンの材料であること。つまり朝にタンパク質を摂っておくことで1日通して食欲やメンタルが安定しやすく、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できるというわけです。最後3つ目の理由は体温を上げるため。というのも人間というのは体温を維持しようとする働きがあるんですが、朝は特に体温が下がりやすい時間帯なんですね。反対に言えば朝にしっかり体温を上げておけば一日中その体温を維持しやすくって代謝もアップしやすいということですよね。そしてこの時に重要になってくるのがタンパク質。なぜかっていうとタンパク質は食事誘導性熱産生という食事による代謝アップ作用が一番高いからです。そのため朝にタンパク質を摂っておくことで朝からポカポカ代謝の高い体作りができるというわけですね。ちなみに一般的な成人女性の場合1食で摂取したいタンパク質量は 20g 程度が目安だと言われています。最強ダイエット朝食のポイント2つ目です。糖質は拳1つ分までですね、これ冒頭でお伝えしたんですけれども、朝ってね時間がないのでパンやおにぎりだけ、グラノーラだけ、果物だけとね、ついつい糖質に偏ったメニューになりやすいですよね。過去の私もそうでしたし、私が主催しているベルラスダイエットの受講生様のお食事を見させてもらっていても、講座開始まではこのような朝食を食べている方多いです。しかしこういった糖質に偏った朝食を食べちゃっていると栄養不足ですよね。まずで食欲暴走しやすくなる、夜に向かって食欲がアップしてしまったり、かえってこうお菓子にね手が伸びちゃうっていう危険性もあるんですね。また糖質の摂りすぎ自体が太る大きな原因の一つにもなりますし、糖質の摂りすぎは血糖値を急上昇させちゃう、で反動で血糖値急降下させるリスクがあるんですね。そうなってくると眠気やだるさ、こういった症状が出る危険性がある。どうですか皆さん、お菓子いっぱい食べてパスタとかラーメン食べて眠くなったりだるくなったりしていないでしょうか？
実際過去の私もそうでございまして、朝仕事が始まってシャキッとしないといけないのに、もうなんとなくね、もう朝からねずっとだるいんですよね。もう眠いなということが多かったです。で、お昼ご飯を食べてまた眠くなるみたいな、一日中眠かったんですね。これってね、もしかして朝食のせいだったんじゃないかなって思います。その当時の私はね、思ってもいませんでした。つまり糖質たっぷりの朝食は太りやすいだけではなくって、1日のパフォーマンスまで下げちゃう可能性があるんですね。じゃあ朝は糖質取らない方がいいんじゃないのって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、健康的に美しく痩せるためには適量の糖質は大切です。水分も保てなくなってカッサカサになっちゃいますからね。はい、では朝食の糖質はどの程度の量が適量なのかというと、1食につき大体ね拳1つ分です。これぐらいご飯食べてもね全然大丈夫なの で、ちなみに果物とか芋類にも糖質を含まれるので、朝にこういったものを食べるときはお米などの主食の量を調整していただけるといいんじゃないかなと思います。最強ダイエット朝食のポイント3つ目です。汁物を摂ること。先ほど朝にしっかり体温を上げておくことが大切とお伝えしましたよね。そのため朝に温かい汁物を取っておくことはねいいですよ。また温かいものを食べることでまず腸が温まるんですよね。朝からすっきりお通じが出やすくなるという効果も期待できちゃうんです。ちなみに朝のお通じのためには、朝一にコップ1杯の水を一気飲みしたりだとか、白湯を取り入れるなどの工夫もおすすめです。さらにこの時に取り入れる汁物は味噌汁にすることで、さらに便秘解消効果っていうのが期待できます。なぜなら味噌は発酵食品であることに加えて、味噌汁の具材ってキノコとか海藻とか野菜とか、そういった食物繊維豊富なものがね多いからなんですね。味噌汁のダイエット効果については、運動なししっかり食べて12キロした食事法味噌汁ダイエットというこちらの動画でも詳しくお伝えしておりますので、気になる方概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。加えて汁物があることによって食事の満足度がぐーんとねアップしやすいんですね。そのため朝に汁物を摂ることでランチの食べ過ぎやお菓子に手が伸びるリスクを低下させることができると思いますよ。最強ダイエット朝食のポイント4つ目です。作り置きやインスタントやストックを活用する。ここまでの話を聞いて、タンパク質や汁物が効果的なのはわかるけど、朝からそんなの用意できないと思った方いるのではないでしょうか。そんな方は作り置きを工夫して取り入れることがおすすめです。例えば前日の夜や時間がある時にゆで卵を作り置きしておいたりだとか、味噌汁を多めに作っておくとかですね。そんな時間ないという方はインスタントのお味噌汁や売っているゆで卵を活用するのもいいと思います。また納豆、豆乳、豆腐、チーズ、ヨーグルト、牛乳などであれば調理の必要もなくって、インスタント商品のように添加物や甘味料が含まれている可能性も低いので、ダイエット中でも安心して取り入れることができますよ。私もこれらのタンパク源は常に家にストックするようにしています。特に豆乳は常温でも OK で、賞味期限も比較的長いので非常用の備蓄としてもおすすめです。私の場合、大きいパックの豆乳と小さいパックの豆乳をどちらもストックしておいて、小さいパックの豆乳は朝出かける時間が早くって朝食を食べる時間がないという時にバッグにサッと入れてね、移動時間に補給するようにしています。さらに納豆やチーズであれば冷凍しておくこともできます。またこれらのタンパク源はコンビニでも調達できるのが嬉しいポイントですね。一旦まとめていきますと、最強ダイエット朝食のポイントは1、タンパク質を摂ること、2、糖質は拳1つ分まで、3、汁物を摂ること、4、作り置きインスタントストックを活用するでしたね。ではこれらの食べ合わせのポイントを踏まえた上で、忙しい朝でもしっかりダイエットしたい人のために3分で作れるダイエット朝食メニューをご紹介していきます。3分で作れるダイエット朝食メニュー、まず和風編です。朝はご飯派という方はこちらのメニューを参考にしてくださいね。では、ここからは3分実際に測って本当に3分以内に作れるのかというところでやっていこうと思います。和食の朝食スタートいたします。いきますよ、せーの、1、はい、始まりました。まず
ずタンパク質は目玉焼き、まあ、ゆで卵でもいいですね。あとヨーグルトと納豆、これでタンパク質大体 20g に近い量が取れます。ヨーグルトをギリシャヨーグルトにすると、まあ、さらにねタンパク質量アップできるのでおすすめですよ。きな粉を足すのも、タンパク質の量が増えますね。食物繊維や、きな粉の風味もプラスすることができちゃいます。ちなみに甘味料添加物が含まれる納豆のタレはできればカットしたいところですね。なので醤油、鰹節、ネギ、海苔などを加えて風味付けをしたり、まあ、個人的にはキムチ納豆にすることがおすすめです。キムチも発酵食品なのでこれは便秘解消に効果大な組み合わせでございます。本当に時間がないという時は納豆、生卵、ご飯もう全部混ぜて食べちゃうのもいいです。続いてご飯は雑穀米入りのご飯を拳一つ分程度がおすすめ。雑穀米は白米より食物繊維、ビタミン、ミネラルなどが豊富なので、さらにダイエット、美容、健康に効果的なご飯にすることができます。もちろん玄米でも OK なんですが、玄米は消化に負担がかかりやすいという側面もあるので、もともと便秘がちな方が摂るとかえって便秘になっちゃうケースもあります。なので玄米を取り入れるときはよく噛んで食べて白米に混ぜるっていうのもいいですよ。ちなみにご飯は拳一つ分ずつを小分けにして冷凍ストックするようにしています。そうすると便利ですよね。わざわざ私はグラムとかあまり測ったりしないので、まあ、だいたい拳一つ分ぐらいにしています。なので 80g ぐらいですかね。はい、最後に味噌汁、作り置きがない場合は先ほどお伝えしたようにインスタント味噌汁でも OK です。ただインスタント味噌汁は具が少なかったりとか塩分が濃いものも多いので、乾燥わかめ、海苔、糸寒天、冷凍ネギなどプラスしたり、付属の味噌は半量程度使用するという工夫もいいですよ。はい、出来上がりましたということで、はい、止めます。できましたよ。2分58秒はい、ちょっと3分切っちゃいましたね。完成です。3分で作れるダイエット朝食メニュー、洋食編です。フランパンにチーズ乗せていきます。朝はパン派という方はこちらのメニューも参考にしてみてください。まずは主食のパンは栄養価の高いブランパンや全粒粉パン、原材料がシンプルなフランスパンなどがおすすめです。ちなみに私の場合はローソンのブランパンを取り入れることが多いですね。でも添加物とかもね入っていたりとかします。フランス脂肪酸はねかなり少ないっていう表示はされているんですけれども、まあ、添加物とか気になる方は最近お取り寄せできるねブランパンとかも多いので、まあ、そういったものを活用するっていうのもいいと思います。また休日にお気に入りのパン屋さんに行って質のいいフランスパンや全粒粉パンを買っておくっていうのもいいですよね。これだけで忙しいはずの朝がなんだか優雅な時間に感じることができるんですよ。パンマジックでございますね。タンパク質は先ほど同様卵とヨーグルトでもいいと思いますし、あとはスクランブルエッグやチーズに変更するのもいいと思います。チーズも乳化剤など含まれているものも多いので、できるだけ原材料がねシンプルなものを選べるといいのではないでしょうか。はい、豆乳はこちらの無調整豆乳です。そして納豆ではなく豆乳にチェンジすることで洋食にもマッチしやすくなりますよ。洋食の場合の汁物はやっぱり味噌汁だとあんまり合わないと思うので、コンソメスープとかトマトスープとか作り置きしておくっていうのもいいですよね。まあ、この時使うコンソメの素は無添加のものを使用するとよりいいですよ。意外と普通のスーパーでもよく売っています。できました。ちなみにいくら汁物がいいとはいえ、市販のねポタージュ系のスープは少し注意が必要です。なぜかというとこういったインスタントスープは糖質量が意外と高いんですよね。で甘味料とかね添加物とかも結構含まれている場合が多いので、インスタントの汁物を取り入れる際はできる範囲で、まあ、そういったところにもね意識して取り入れるようにしてみてください。ではまとめますと、3分で作れるダイエット朝食メニューは和食編が目玉焼き、ヨーグルト、キムチ納豆、雑穀ご飯、味噌汁、洋食編がスクランブルエッグ、豆乳、ブランパン、ツナとチーズをトッピングしたものなどでしたね。ちなみに私が12キロ痩せてきた経験、
保健師、ダイエット講師として食事指導してきた経験を通して栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなどもっと深く知りたいという方のために公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信をしております。食べ痩せ小冊子やレシピ、食べ痩せ診断、ベルラスダイエット3ステップ動画などプレゼント中です。 YouTube の内容より実践しやすくなると思いますので、気になる方は LINE の方も一緒にフォローしてみてください。インスタの方でも日々体重の記録など公開しております。本日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。朝からバランスのいい食事を用意するって難しいことのように思われがちですが、簡単に準備することができるんですね。加えて今回ご紹介した3分の朝食って意外と普通の朝食だなっていうふうに思いませんでしたか。そうなんです、ダイエットって実は普通の食事を普通に美味しく食べるだけでいいんです。そんなに難しいことね、日々ね結構お伝えしているんですけど、もう頭こんがらがっちゃう方は本当に難しいこと考えなくて大丈夫です。普通に美味しく食べていきましょう。そう考えるとダイエットって難しくって辛いものではなくって楽しく健康になれるものなんですね。皆さんも今回ご紹介した朝食を参考にしていただき、忙しい時でも美味しく食べながらダイエットしていきましょうね。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私は今毎日動画を更新しておりますので、また明日の動画でお会いしましょう。祝辞からビューティー松田理恵でした。じゃあね、バイバイ。